皆さん、こんにちは。しばらく斡旋が入っておらず、その理由も分かっていないボートレーサーをご存知でしょうか。今回は第一線で活躍している人気レーサーの中で、なぜかしばらくの間斡旋が入っていない選手たちを5人ピックアップしてご紹介したいと思います。まず、ボートレースにおける斡旋について解説します。そもそもボートレーサーがレースに出場するためには、競争会の方から各選手に対してこのレースに出てほしいと依頼を受ける必要があります。選手の方からこの大会に出たいと申し出て出場が決定するわけではなく、日本モーターボート競争会の斡旋かというところで、全国にある24の競艇場にどの選手を出走させるかを決め、各選手に対して斡旋ということで依頼を出しています。競争会が斡旋を決めるルールとしては、斡旋規定という規定に基づいて各競艇場のレースにどの選手を斡旋するかを決定しています。競争会側の市場というよりは、このレースに斡旋できる選手の条件はこうなどと決められており、そのルールを守った上で斡旋が決定されます。ただし、通じて言えることは、良い成績を残せば残すほど斡旋される可能性は高くなるということです。ボートレーサーは月給制や年俸制ではなく、レースに出場することで報酬が発生し、レースで良い着を取ったり優勝したりすることで、その報酬の額も増えていきます。そのため、レーサーとしては毎回できるだけいい走りを見せ、斡旋を常にもらえるようにレースをすることが求められます。ちなみに、ボートレースは1日に100レース以上開催されることが多いため、 B2 級の選手や成績を落としている選手でもレースに出たいのに何ヶ月も斡旋が入らないということはほとんどありません。ただし、成績が低迷すれば斡旋数が減る可能性は高く、フライングや罰則による休み中はもちろん斡旋されません。また、多くの斡旋をもらって毎日レースを走って多く稼ぎたいという選手がいてもおかしくないですが、実は級別ごとに1ヶ月に出走できるレースの数が制限されています。A 級選手は月に約3節、 B1 級選手は月に約2節、 B2 級選手は月に1節と決まっています。そのため、ボートレーサーの階級は選手の能力を表す数値であり、グレードレースに出場するための条件でもありますが、それと同時に多くのレースに出場して稼ぐためには階級を上げることが求められるという側面もあるのです。これらの前提を加味した上で、競争会から各選手へ斡旋が届き、選手たちがそれを受理することでレースの出場が決定します。また、その前段階で各選手たちは1年ごとに斡旋依頼書を競争会に提出する必要があります。これは次の1年間でレースに出場したいという意思表示であり、この依頼書を提出しない場合はどんなに成績の高い選手でも斡旋が入ることはありません。依頼書の出し忘れなどはないと考えられますが、現在斡旋が入っていない選手たちの中には、競争会から何らかの理由で斡旋されていないというパターンや、逆に選手側から何らかの理由でこの依頼書を提出しておらず、選手側の希望で斡旋されていないという可能性も考えられます。それでは、実際に現在しばらく斡旋が入っていない選手を5人ピックアップしてご紹介していきます。1人目は秋山直行選手です。秋山直行選手は1979年4月13日生まれ、登録番号3996、83期、群馬県出身で群馬支部に所属している A1 級ボートレーサーです。秋山直行選手がボートレーサーになったきっかけは、インターネット上や SNS 上でも情報が見つからず、確かな情報はありませんでしたが、秋山直行選手は高校を中退して養成所に入所しています。当時は元栖研修所という名前だった現在の養成所ですが、秋山直行選手は83期として入所し、養成所時代から才能の片鱗を見せていました。懸命に練習に取り組み、リーグ戦でもかなりの勝率を残していたようです。最終的には最後の卒業記念競争で優勝し、晴れて83期の元栖チャンプとして卒業します。1998年11月に地元の桐生競艇場でデビューすると、デビュー初出走で3着と船券絡みを見せ、元栖チャンプの力量を先輩たちやファンに見せつけました。
さらにその翌日、デビュー節の2日目のレースでは6コースから鮮やかなまくりを決め、デビューからわずか1日で初勝利を挙げ、またもやファンを驚かせました。その翌年の1999年には戸田競艇場で行われた大会でデビュー初優出を果たすと、2001年には浜名湖競艇場で初優勝も成し遂げました。その後も2001年は躍動の年となり、7月に浜名湖競艇場で G1 初出走、8月に平和島競艇場で G1 初勝利、そのまま同じ節で G1 初優出も飾ります。2002年には尼崎競艇場で SG 初出場も経験し、デビューから約4年ほどでこの時点ですでにトップレーサーの仲間入りを果たしていました。その後も着実にトップレーサーの一員として数々の大会で勝利を積み重ね、2014年9月には丸亀競艇場での勝利で通算1000勝、2021年6月には浜名湖競艇場での勝利で通算1500勝も達成しています。さらに2016年にはすでに通算50優勝も達成しており、技術と十分な実績をしっかりと併せ持ったトップレーサーの一人でもあります。そんな秋山直之選手の注目すべきレーススタイルは、なんといっても華麗な全速ターンで、スピードを保ったままターンマークを回る高い技術は現在のボートレース界でも屈指の選手と言えるでしょう。そんな秋山直之選手ですが、スタートタイミングは決して早い方ではなく、通算で見てもコンマ20とこの階級の選手にしては遅い方です。本人曰く余計なことに気を取られたくないとのことですが、このスタートタイミングからしっかりイン逃げを決めたり、持ち味の全速ターンで道中でもたびたび逆転するなど、スタートタイミングを考えると秋山直之選手のターン技術はなおさら特筆すべき技術だと言えます。グレードの高いレースでも道中の逆転が多く、外枠からもよく船剣に絡むため、特にグレードの高いレースにおいては配当に妙味がある選手としても知られています。そんな秋山直之選手ですが、実は2024年3月2日から行われた江戸川競艇場のレース以降、圧線が入っていない状態のようです。その江戸川競艇場でのレースでは特に問題なく最終日まで走り切っており、怪我や病気などは考えがたく、秋山直之選手が圧線を拒否するような理由はなかなか思い当たりません。年齢的には44歳とベテランの域に達していますが、成績も特別下降状態にあるわけでもないため、引退ということも考えづらいでしょう。現状秋山直之選手の圧線がない理由はかなり難解で明らかにされていませんが、続報を待つしかありませんね。2人目は大山千尋選手です。大山千尋選手は1996年2月5日生まれ、登録番号4885、116期、福岡県出身で福岡支部に所属している A2 級ボートレーサーです。ちーちゃんの愛称で親しまれる大山千尋選手は、大山博美元選手を母に持ち、母の姿を見てボートレーサーになりたいという夢を実現したようです。養成所ではリーグ勝率2位の 6.83 を記録しており、2015年5月に福岡競艇場でデビューを果たします。デビュー後は1年間ほど勝利を挙げられない苦しい日々が続きますが、2016年4月若松競艇場で開催された G3 に出場し、母親である大山博美さんが1号艇で出場するレースに大山千尋選手は4号艇で出場します。そしてこれまで勝利のなかった大山千尋選手は4コースから強気のまくりを決め切り、母親をまくり切っての水神祭を挙げました。母への憧れが大山千尋選手を後押しして実現した結果かもしれません。実際にこの勝利をきっかけに、ここから大山千尋選手が勝利を量産していくのですが、母である大山博美さんはこのレースで娘に負けたことで引退を考えるようになったと後に語っています。大山千尋選手はその後2016年11月には琵琶湖競艇場で初優出、2017年9月には福岡競艇場で悲願の初優勝を成し遂げます。その後も2018年には浜名湖で行われた G1 第5回ヤングダービーに G1 初出場を果たすと、 G1 初勝利を収めながらなんと優出まで駒を進めました。さらに
大山千尋選手の勢いは止まるところを知らず、2019年5月には福岡競艇場で行われた第46回ボートレースオールスターにも選出され、 SG 初出走、 SG 初勝利も記録しています。デビューから1年ごとに数々の水準祭を記録しながら着実にステップアップしており、現在ではその愛らしいルックスも相まってトップレーサーの一員として人気の女子レーサーです。そんな大山千尋選手ですが、2023年9月に行われたヤングダービーを最後に半年以上も斡旋がない状態が続いています。実は大山千尋選手は2022年10月に丸亀競艇場で行われたヴィーナスシリーズでのレースで転覆事故に遭い、骨盤骨折という大怪我を負いました。約2ヶ月の入院を経て4ヶ月の間レースを欠場していましたが、2023年2月に蒲郡競艇場で行われた第7回レディースオールスターで復帰を果たしていました。しかしその後2023年9月の大会を最後に、2024年3月現在まで斡旋情報はありません。メディアや YouTube にも姿を見せておらず、やはり2022年の怪我の悪化などが噂されていますが、真相は謎のままとなっています。年齢的にも引退というのは考えづらいですが、理由も発表されていないため、怪我が原因での斡旋拒否であれば長引いてしまうことも予想されます。人気の選手ということもあり、ファンの間からは心配の声が多く聞かれていますが、少なくとも今後の選手生命に影響する理由ではないことを祈るばかりです。3人目は今井美弥選手です。今井美弥選手は1990年8月14日生まれ、登録番号4611、106期、富山県出身で福井支部に所属している A2 級ボートレーサーです。今井美弥選手は高校時代にスプリントレーシングカヌーの選手として活躍し、キャプテンを務めながら国体3位という実績も収めているそうです。カヌーの県代表合宿で日本代表選手の北本忍さんにボートレーサーのことを聞き、父親からもボートレーサーを勧められていたこともあって、今井美弥選手はボートレーサーになることを決意したそうです。養成所時代にはリーグ戦勝率 5.18 と十分な成績を残し、2010年5月に三国競艇場でデビューを果たします。その後2010年12月に三国競艇場で行われた大会でデビュー68走目にして初勝利を挙げました。2012年5月には大村競艇場で初優出を果たすと、2014年2月には尼崎競艇場で行われた G3 大会で悲願の初優勝を成し遂げました。その後も年々ステップアップを重ね、階級も上げていくと、2019年12月には徳山競艇場で開催された第8回クイーンズクライマックスで優出し、3コースから鮮やかなまくり差しを決めて G1 初優勝も記録しました。今井美弥選手のレーススタイルは特筆して目立つ成績の偏りがない一方で、どのコースからでも安定した連帯率を残していることが挙げられます。男女混合戦の場合でも大きく着を落とすことはなく、どんな相手でもどんな場でも一定の安定感を持っています。美女レーサーとしても知られるそんな今井美弥選手ですが、2024年2月上旬の鳴門競艇場での出走を最後に現在斡旋が入っておらず、理由も発表されていません。直近のレースで怪我をしたような様子はなく、年齢的にも引退は考えづらいですが、同時に結婚や出産ではないかとの噂もあります。今井美弥選手の結婚について情報は公表されていませんが、仮に結婚準備や出産前であれば発表なく長期の休みを取得していてもおかしくない状況です。理由については発表を待つしかありませんが、その理由が吉報であると嬉しいですね。4人目は中村桃佳選手です。中村桃佳選手は1993年2月3日生まれ、登録番号4823、114期、香川県出身で香川支部に所属している B2 級ボートレーサーです。ピーチの愛称で知られる中村桃佳選手は看護学校に通っていたところからボートレーサーになった人物で、学生時代には少林寺拳法に励み、四国の高校総体で2位、香川県大会で1位の実績も持っています。
2014年5月に丸亀競艇場でデビューを果たしています。2014年11月には桐生競艇場で初勝利し水神祭を飾ると、2016年1月には大村競艇場で初優出、同月には下関競艇場で行われた大会で勢いそのままに初優勝まで成し遂げました。その後も G1 や SG にも出場をし、2018年後期には A1 級へ昇格しました。その後フライングによる B2 級降格も経験しますが、2021年には A2 級へ復帰し、後期には A1 級へ返り咲いています。スタート力とターン技術ともに高度なものを持っており、女子戦では特に筆頭のトップレーサーです。美女レーサーとしても人気の中村桃花選手ですが、2023年9月出場していた大会を病欠理由に途中帰郷した後、もともと入っていた斡旋が全て削除され、現在まで斡旋がない状態となっています。本人からの発表はなく、謎のままとなっています。しかし2019年のフライング休みの時には産休期間となり、その後に第一子を出産していることから、今回も妊娠による斡旋削除ではないかと噂されています。中村桃花選手は武田和也選手を夫に持っている選手でもあるため、ボートレーサーファンの間では産休説が有力なようです。病欠以降の斡旋削除ですが、吉報を楽しみに待ちたいですね。5人目は今垣幸太郎選手です。今垣幸太郎選手は1969年9月18日生まれ、登録番号3388、63期、石川県出身で福井支部に所属している A1 級ボートレーサーです。1988年9月30日に三国競艇場でデビューした今垣幸太郎選手は、デビューから着実に成績を積み上げ、2024年3月までに SG 優勝回数9回を数える、ボートレース界屈指のトップレーサーとして知られています。今までの優出や優勝を数えるととんでもない数になるので割愛しますが、数々のグレードレースでの優勝歴に加えて、2023年11月には大村競艇場で開催された G1 開設71周年記念会の王者決定戦において通算2500勝も達成しているベテランレーサーです。そんな今垣幸太郎選手ですが、2024年2月後半に地元三国競艇場で行われた一般戦を最後に斡旋が削除され、現在まで斡旋の情報がありません。年齢的にも引退を噂するファンも中にはいますが、これには一つ可能性として推測できることがあります。実は2024年1月に下関競艇場で開催された G1 大会で調子よく成績を残していた今垣幸太郎選手ですが、途中の予選でコンマ01のフライングを切ってしまいました。ここで F1 持ちとなった今垣幸太郎選手ですが、その後のこの大会や次の大会でも F 持ちを臆さずトップスタートでレースを走り続けました。その後2024年2月に尼崎競艇場で開催された G2 でドリーム戦に出場した今垣幸太郎選手はピット離れで遅れてしまい、付け直しから3スローとなります。そんな中でスタートを切るとまたもやコンマ01のフライング、これで F2 となってしまった今垣幸太郎選手ですが、次に行われた地元三国競艇場での大会に出場し、イン逃げ2本など通常通りレースで成績を残していました。今垣幸太郎選手の斡旋が消えたのはこの大会が終わってからで、この経緯から F3 を恐れての出場拒否なのかもしれないということが予想できます。ではなぜ F2 状態でも最後の三国競艇場での大会に出場したのかというと、実はその大会の前での今垣幸太郎選手の期別出走数は A 級キープ条件の70走に達しておらず、そのまま欠場し続ければ B 級へ降格予定となっていました。ただ三国競艇場のレースを走ったことで70走を超え、 A 級をキープできる位置につけたということになります。したがって F3 による長期離脱を避けながらも A 級をキープする条件までは走り切ったと考えて良いのではないでしょうか。いかがでしたか。今回は第一線で活躍している人気レーサーの中でなぜかしばらくの間斡旋が入っていない選手たちを5人ピックアップしてご紹介していきました。現在斡旋削除されている選手の
水面で活躍する姿がまた見たいですね。復帰時期を楽しみに待ちましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。